こんにちは、シュです。リンシャー購入やっていきます。パーティーはね、ちょっとごめんね、ラードラでいきます。ここさ、結構難しいんだよね。これ結構さっきやったんだけど、威嚇ないとどうしても厳しくて、オロチかなんかいないと、本当に厳しかったんですよ。お、偶然火が落として、火消えてなかったんですよ。そうなんだよ。だから、ちょっと今回甘えで、ラードラでいきます。でもこれは余裕なんじゃないかな。本男女さ、威嚇ないとかなり難くない？威嚇なしで違うパーティーでやるって考えたら。本当にめっちゃむずいと思う。お、いいね。前職来たけど、色変えられちゃうかな？闇が3つしかないからな。俺どうしようかな？カーリー使っちゃうか。カーリー使って、もう火がめっちゃ多い。色だけとりあえず取り抜けば大丈夫でしょう。んー、よし、決算なし。今日さ、今撮影してんのが、金曜日なんだよね。で、今日ゴッドフェス来るじゃん。あれみんな引くのかな？新フェスゲームも追加されて、どうなんだろうね。やべ、これ、ツーウェイとか入れた方が良かったかも。今になって気づいた。ただ闇のツーウェイが入ってる。なんだっけ、あいつめっちゃ強いね。シェリアス、なんとかルース、シェリアスルースみたいなやつ。あれリーダースキルめっちゃ強いから正直かなり欲しいんだけど、どうしようかな。フェス券星6だからね、出ない確率の方が圧倒的に多いわけじゃん。悩むな。まあ多分引かないんだろうけど、なんかさ、フェス券でリーダースキル強いのって久しぶりじゃない？あんまりフェス券ってさ、サブとしては強いけどリーダーとして強いってあんま今までいなかったんじゃないかな。一応イルムとかもまあまあ強い感じだったけど、なんかそれとは違う強さを持ってる気がするな。これ倒しちゃっていいか。これさっきさ、オロチの話したっけ。ここオロチないときついよって話したな。話したんだけど、ちょっと前にね、2週間ぐらい前かな、パズドラの所持率見れるパーセントのなんかあるじゃん。あれやったんだ。そしたら、ちょうど 50% でさ、意外と持ってなかったんだよね。だからここらでちょっと引いとくのもありかなとも思ったんだよ、フェス限4倍だから。いやー、でもどうしようかな。優柔不断。やっぱりいいかな、引かなくて。で、ここでカーリー使っちゃうか。今回ね、逆に言えばフェス限の、フェス限しか欲しいやつがいないんだよね。対象のモンスターのロキとかそういうシリーズ、そういうシリーズプラスクリシュナ、そういうシリーズの2パターンだからね、あれどっちもいらないんだよね。あれがもうちょいさ、戦国シリーズっていうか、ああいうのとかだったらかなり欲しかったんだけどな。明智持ってないからさ、明智欲しいよね。明智闇パでかなり使うから正直欲しいんだけど、あれなかなか対象来ないよな。来たら引きたいと思ってるんですけど、全然来なくて引けないんだよ。前職ない。OK。やっぱボスほんと辛いね。最初ここパンドラでやったんだよね。そしたらね、やっぱ威嚇ないとどうしても覚醒無効がね、きつくて負けちゃったんだよね。で、今回ラードラで甘えさせてもらったんだけど。ここも倒しに行っちゃおうか。一応クシュナで遊ぼう。あ、ツーウェイ見ないのか、これ。今、ツーウェイ組もうと考えてたけど。こんなんでいいんじゃない？ちょっとあんまコンボ数伸びてないけど。オッケー。これ倒せんじゃないかな。うわぁ、勝てー。うわぁ、マジか。うわぁ、ただ偶然前職ある。ラッキー。あぶねえな、これ前職なかったら負けてたんじゃない今。じゃ、組めるかがちょっと問題。時間が短いからな。ちょっと考えようか。考えます。考えまーす。
でも考えても分かんないから言っちゃうか。あぶねえ、ギリギリだよ、ギリギリ。よし、やっぱこいつめっちゃ強いわ。オロチ欲しい。いやー、よし。でも1個前のゴッドフェス確かオロチだったんじゃないかな。あそこもあんま引かなかったんだよね。やっぱ強えわこのダンジョン。よし、初クリア。ということで、じゃあ今回はこれで終わろうかな。はい、ちょっと終わろうかなとも思ったんだけどね、やっぱ新フェスゲンの性能ちょっと見たくなってきましたね。人回復ドロップ、お邪魔ドロップ、これどうなんだろうね。黒フェンリルとこの白フェンリルは何が違うんだろう。やっぱ黒フェンリルのサブにこの白フェンリルを入れろってことなのかな。お邪魔作るし。確か黒が400倍まで出んだっけ。で、白が100倍か。いやー、どうなんだろうね。ちょっとよくわかんないな。これ当てても使い道が正直見当たらないっていうか、わからない。見当たらないというよりわからないな。で、これだよ。これやっぱめっちゃ強いよね。ウォールドロップチェンジ。まあ、ウォールドロップフォースっていうのか。ウォールドロップチェンジからのこのリーダースキルだよね。この上の分はさ、昔の大凶商教とか、孫悟空、ベジットとか同じリーダースキルだよね。それプラス、いろいろ消したらこの7倍までいくってさ、保険がすごいよね。低倍率からこれ欠損することがまずないんじゃないかな。7×1.5 はわかんないけど、結構な倍率出るよね、ドラゴンで染めると。やっぱカーリー、闇カーリーね。ここでも入るからめっちゃ強いよな、闇カーリー。しかも神キラー持ちか、この子。うわ、欲しいな。ただ星6だからね、ちょっと諦めてる部分もある。多分引かないわ。多分引かない。今回は引かない。あんま他の対象が良くないから引かない。戦国シリーズと被ったら引こうかな。で、これはね、これも結構強いよね。闘技場行くにはさ、めっちゃいいんじゃないかな。闘技場2とかだと、敵の防御力ゼロになるからね。プレドラとか、そっち対策でもいいし、ダメージ半減ってのもかなり悪くないね。いや、でもやっぱなんかこっちの魅力が強すぎてさ、この2体が薄れる。これスキルもめっちゃ強いよな。これが敵全体に固定ダメージだったらなお良かったんだけど、まあそこは欲張りだな。いや、これ弱いよね。この次の進行輪めっちゃ弱いよね。でもこいつ、なんか新しいね。お邪魔を、じゃない、毒をお邪魔ドロップか。最近お邪魔を押してんのかな。これはよくわかんないな。捕まえても、まあ、売りはしないけど、ただずっとボックスの中いるって感じかな。これね、これ強いよね、シューミン。これはぜひとも、モンポでゲットしたいところ。これ何個なんだろうな、光を5個以上つなげると7倍って。あ、これも 7×1.5 か。さっきのこれと一緒だね。まあ、多色という単色ってちょっとまあ違いはあるけど、同じ倍率か。これやっぱ体力で染めた方がいいのかな。体力タイプの攻撃力が 1.5 倍。ただ、別に体力で染める必要もないかなとも思うんだけどね。どこなんだろう、使ってみないとわかんないな。確か来週の月曜日実装だよね。これで多分月曜日これすぐ手に入れて闘技場やりたいと思うんで、もしよかったら見てください。いやー、でも勝てるかな。これさ、カーリーって闇と光どっち出た方がいいんだろうね。これ普通に考えると闇カーリーで種属性光だからこっちの方がいいかなとも思うけど、回復キラー持ってんだよね。だから、光カーリー回復持ちだから、こっちの方がいい気もする。いや、どっちか、わかんないな、ほんと。計算できないから、わかんないね。この回復ゼロってのがちょっと気になるね。いや、HP 高えな、それにしても。プラス振ったらかなりいくな。ということで、まあ、こんな感じかな。ちょっと雑談も入れつつ、今日はこれで終わりたいと思います。バイバイ。